日本クラウン小川夏樹の登場です。2014年より作詞家の西和美先生の下で詩の世界を歌える夏が来るように私は思い出します。あのデパートの屋上を麦わら帽子に降り注ぐ太陽の光に耐えながらあなたを待ち続けたあの夏が今年もまたやってきました。ただ会いたい母へ。会場の皆様いかがでしたか、
ね、今なんかあなたのナレーションをね、はい、歌れてるね、楽曲の頭にね、でちょっと私がお話しようとかぶっちゃって申し訳ありませんでしたけれども、ね、はい、突然出てしまいました。いやー、いい歌だね。でも内容がね、はい、やっぱりこう切ない歌であるんですけど、うん、でもこうやっぱり頑張って生きてきたところを、うん、やっぱりお母さんにこう見てほしいっていうところがあるので、でもね、けなげでね、お母さんに捨てられたんだけど、実はね、だけど麦わら帽子のおかげで涙を流したんだけれど、お母さん恨んでないの。そうなんですね、なんかこう、温かい気持ちがやっぱりあって、うん、そういうところがね、こう皆さんにこう感じていただければ嬉しいんですけども、ね、今その詩を伝えるという、社長さんがね、西井和美先生って作詞家の先生でいらっしゃるので、はい、この楽曲を作られた先生なんだけれども、はい、詩の表現を教わってんですか？そうなんです、難しい、ね、難しいですね、歌を歌うのと語るっていうんですか、うん、のもうギリギリのところをなるべく歌わないように語るように言ってるんですね。その塩梅がやっぱり難しい。難しい。伝わったよね、皆様。伝わるでしょうか。ね、楽曲の作曲はね、西剛先生って言ってね、はい、ジョッカラ女節なんかを作られた先生で、有名な先生なんだけれども、本当にこの詩には泣かされます。けなげで泣かされます。ね、あなたの透き通るような声でね、とっても響きまして、本当にありがとうございました。先ほどもね、中藤まさきさんが歌われました、はい、この後にまた、新宿これもよく、はい、またお邪魔させていただきます。そうですね、数ある衣装を、ね、持ってきました、ね、ちょっと本当に昔から知ってるの、はい、もう本当にそうなんです、思い出の京都の頃からもうデビューの頃からお世話になってまして、ラジオでね、はい、大きくなられまして私は年を取りまして、また素晴らしい、またじゃあ、あの時歌ってください、はい、